セオドア・アイスフェルトは、ドイツの指揮者、作曲家、ビオラ奏者である。ニューヨーク・フィル・ハーモニック・ソサエティの指揮者を務めたほか、ビオラ奏者として、弦楽師重奏団を組織し、アメリカにおける、室内楽演奏のパイオニアとなった。1816年4月11日、ドイツのボルフェンビュッテルで生まれる。ブラウンシュバイクで、カール・ミュラーにバイオリンを指持し、ドレスデンで、 カール・ゴットリープ・プライシガーに作曲を支持したほか、ボローニャで、ジョアキーのロッシーニにも支持した。1839年から1843年にかけて、ビースバーデンの宮廷歌劇場で指揮者を務めたほか、パリでも活躍した。1848年に、ニューヨークへと移住した後、アイスフェルトは、ニューヨークのクラシック音楽文化の振興に貢献し、 尊敬される存在となった。アイスフェルトは作曲家のアンソニー・ハイン・リヒと交流を持ったほか、1850年に作成されたアメリカン・アート・ユニオンのメンバーリストにはアイスフェルトの名前が記された。ニューヨーク・フィル・ハーモニック・ソサエティとの活動アイスフェルトは1849年にニューヨーク・フィル・ハーモニック・ソサエティを指揮して成功を収めた。 これにより1849年から1850年のシーズンには4つのコンサートのうち3つを指揮するようになり、1852年から1853年シーズンには同団の初代首席指揮者となった。アイスフェルトは1865年までこの地位にあったが、途中で病気になったこともあり1854年からはカールバーグマンと交互に指揮をするようになった。 また、アイスフェルトは1850年から1866年にかけて、同団の役員を務め、1856年からは、副理事長を務めた。なお、アイスフェルトは、ニューヨークフィルハーモニックソサエティの他にも、ニューヨークハーモニックソサエティや、ブルックリンフィルハーモニックソサエティを指揮したほか、軍楽隊のコンサートも指揮した。また、ニューヨークで初めて、 イタリアオペラを上演した。室内楽演奏オーケストラの指揮の他にも、アイスフェルトは、ビオラ奏者として、室内楽の演奏を行っており、アメリカにおける、室内楽演奏のパイオニアと言われた。1849年から1850年にかけて、ヘルマン・サロニが主催する、サロニエ・スムシカル・タイムズで行った一連の、室内楽コンサートが成功したことを受けて、 アイスフェルトは1851年から1859年にかけて自身の室内楽コンサートシリーズを実施した。アイスフェルト自身はビオラ奏者を務め、バイオリン奏者のヨーゼフ・ノル、同じくバイオリン奏者のチャールズ・レイエース、チェロ奏者のエル・アイヒホルンと弦楽始終相談を結成し、曲名によってはピアニストのオット・ドレーゼルやギュスターブ・サッターを加えた。なお、 1851年2月18日に、ホープチャペルで行われた第一回演奏会の、プログラムは、以下の通りである。フランツ・ヨーゼフ・ハイドン作曲、弦楽四重奏曲第78番、日の出、フェリックス・メンデルス・ゾーン作曲の歌曲数曲、フェリックス・メンデルス・ゾーン作曲、ピアノ三重奏曲第1番、フランツ・シューベルト作曲の歌曲、ルートビヒバン・ベートーベン。 作曲、弦楽史重奏曲第1番アイスフェルトの室内楽コンサートは上流階級のアマチュア音楽家たちから支持された。コンサートでは、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、メンデルスゾーン、シュポアなどの曲を取り上げたが、古典の作品が多すぎると言われることもあった。ただし、ニューヨークでは室内楽曲が演奏されることは少なかった分、これらの曲目は、 ニューヨークの聴衆たちにとっては新鮮なものであった。なお、アイスフェルトは、ビオラの他にも、バイオリニアピアノの演奏にも堪能であったという。1866年には、ヨーロッパに戻り引退したとされる。帰国後は、フランクフルトにおけるオペラや、音楽祭を鑑賞した様子や、ビースバーデンで、室内楽を演奏する様子をアメリカにいる友人の評論家に書き送ったりしている。 1882年9月16日にビースバーデンで死去した。アイスフェルトは作曲家としても認められており、ソリストのために作曲した作品はニューヨークフィルハーモニックソサエティでも演奏された。アイスフェルトの作品には以下のようなものがある。1858年、アイスフェルトがヨーロッパに帰る際に乗っていた蒸気船オーストリア号が炎上してしまった。 食料もない状態で二日ほど漂流したにもかかわらず、アイスフェルトは、奇跡的に助かり、数少ない生還者の一人となった。ただ、これにより、アイスフェルトは、神経症となってしまった。アイスフェルトは、ニューヨークのクラシック音楽文化の振興に貢献し、尊敬された。1851年にニューヨークハーモニックを指揮して、行われた。 メンデルスゾーン作曲、聖パウロの講演では、アイスフェルトの統率力や、正確さ、力強さなどが賞賛された。一方で、指揮者のセオドアトマスは、アイスフェルトについて、ただ表紙を刻み、間違いを修正するだけの指揮者だった。アイスフェルトの弦楽始終相談は、特に重要な成果を残していないと表している。また、 歴史家のジョーゼフ・ホロウィッツは、アイスフェルトよりも、カール・バーグマンの方が魅力的な指揮者であったと記している。ありがとうございます。